大学生になるとドヤ顔でコールやりますよね。いますね。でこう肘も投げてました。なんだろう、顔真似みたいなちょっとやめてほしい。ダメっすか。いい加減してもらっていい。あ、はい、わかりました。多分に失礼な表現がございました。どうも、三上ヘンリー大地です。本日は三上ヘンリー大地には理解ができない女子のあれ参戦ということでですね、おしゃべりさせていただきます。女子というふうに、言いましたけれども、まあ男と女っていうのはこう互いにね、どうしてもこう理解できない部分っていうのは絶対あると思うんですよね。それは仕方ないことで、まあそんな中でもね、私が特に小学生の時になんでこういうことするのかなーってすごいこう疑問だった、行動ですねをご紹介させていただければなと思います。こんな中でまあ女性の視聴者の方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見いただければなと、高額のためにもですね、ぜひよろしくお願いいたします。一つ目は高速アルプス1万弱ですね。はい、アルプスってやつですか。そうです。すごい早くやるんですよ。やってる子いたね。だいたいこう四股の操作がすごい上手なんですよね。やっぱここからこうはならないんですよ。こうなんですね。だからもう香港映画みたいな感じになってるんですよね。こうパン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 みたいな、なんかジャッキーチェンみたいな感じになってて、これはすごいと思って。どういう、でもなんか目的が見えなかったんですよ。なるほどね。ものすごい速い子いたよね。すごい速かったです、あれはね。見えない、あれ、あの速さで顎抜かれたらスコーン行きます。あれは絶対行くでしょ、あれ。ノックアウトパンチですよね。そうですよね。あれすごい速かった。なんであれやってたのかなとすごい思いましたね。で大体、ああいうことやってる女性って大学生になると大体こうドヤ顔でコールやりますよね。なるほど。こなれた感じでコールしない、こなれた感じでアルプス1万弱やってた女子はこなれた感じでコールするんですよ。あ、そう成長していく。はい、私はそう思います。はい、なるほど。そうですね。なるほど。ぜひ女性の方からご意見が欲しいです。私これ生まれてこの方、まあ、そろそろ28年になりますけれども、一度もこの疑問を解決したことがございませんので、何か一つ答えをねいただければなというふうに思います。その答え、はい、答えっていうのは、はい、そのアルプス1万弱を高速でやってた方がもし見てたとしたら、はい、なぜそれをやってたかっていう答えを欲しいと、ね、はい、はい、ちょっと納得できる答えが欲しいです。わかりました。はい、じゃあ、まあ、脳トレかもしれないですけどね。すっごいスピードでやってる子いましたからね。すごかったです。あの中国憲法ですよね。ウィンチュンですね。ウィンチュンって言うんですけど。わかんないですけど。ただ目的がわからないと。そうですね。わかりました。はい。ありがとうございます。二つ目は突然の大合唱ですね。はい。突然大合唱するんですよ、女の子って。一人が歌い出すと、ハモり出すんですよ。わかります？ 3 人いたら合唱し始める。私の経験では、3人いたらみんな合唱し始めますね。そう、ハモリとか入れちゃうと？ハモリなのかな？あら、まあ、ただの声の強弱なのかわかんないけど、女子が3人集まったら合唱するっていう、私の方程式があるんですけど。女子 ×3 イコール合唱。はい、なかなかどうですかね。それあります？ありますね。ありますありますよね。歌いますよね。歌うんだ、やっぱり。そう、歌うんです。なんであれ合唱し始めるのかがちょっとわかんない。合唱は音楽の時間だけで十分だろうって。いやでもほらかっこいいじゃないですか、そうやって。なんかゴスペラーズって。ああ、なるほど。それがやりたかったんですか。じゃないですか。そのなぜ歌うのかっていうところが、まあ、そこに歌があるからみたいな。あれですよね、アルプス1万弱も2人でやんないですか。そう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 、だから2人で結構共通してんのかもしれないですね。集まったら、そこだけ軸を歪ませるっていう。歪ませる哲学的な話なんですね。なるほどね、量子力学な感じですね。そうですね。自分が遅いと思えば遅いみたいな、はい、早いと思えば早い。ちょっといい加減してもらっていいですか。はい、わかりました。押すっていう感じですね。はい、2つ目は、いきなりの大合唱です。はいはい、女子 ×3 イコール大合唱ですね。そうです。これがまだちょっと謎ということでですね、はい、合唱してた方はぜひご意見をいただければというふうに思います。そうです、はい。
3つ目は帰りの会での堂々ちくりですね。はい。はい。なんかね、帰りの会で、はい、じゃあ他に何かある人って。で、三上くんがってやつ。そう。今日昼休み二次元に三上くんがヘチマ投げてました。ちょっとその顔真似みたいなしてやめてほしい。ダメっすか、うん、NG? NG ですね、なんか、まあ、先生も新規確認するんですよ、私、はい、本当なのみたいな。そうですね、やってないとかって言ったとしても、はい、見た見たって大体援軍が入ってくるんですよ。なるほど、女子の援軍が確かにね、はい、ボーって言って援軍呼ぶんですよ。でも時の声上げるんですよ、うわーみたいな。でも完全に多勢に無勢ですよね、私。うわーぐぬぬみたいな、ここまでかとかになるんですけど。まあそうですね、はいうん、そもそもがね、三上くんがヘチマを投げることが悪い。いやいや、それは一例ですよ。いや一例だ、ただの一例。私は何度も理不尽なチクリに会ってますから。うん、本当になんでそういうこと言うのっていう。じゃあ私分かった。何、多分その子たちはヘンリーの気を引きたくてなんかそう言ってみちゃったんじゃない。男なら分かりますよ、なんか好きな女の子にちょっとちょっかいかけちゃうみたいな、はいはい、女の子ってそれやるのかね。まあ確かにそう、あんま聞かないですよね。例えばバレンタインデー直接、うん、ヘンリー君のこと好きですって言われたこと一回もないですからね。バレンタインデーにチョコいっぱいもらう。ない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 、もらわないですよ。あ、そうなの。全然もらわない。まあこんな性格だからもらわないかもしれないですけど。まあまあまあ、うん、そうですね。おい。そうですね。ちょっとね、はい、いただけないですね。当事者間でごめんねって言って解決した話をわざわざ帰りの会に持ってくんですよ。昼休みにヘンリー君が女の子にぶつかってましたみたいな。おい、それ謝ったじゃんみたいな。一回謝ったらいいっていう問題じゃない。じゃどういう問題なんですかみたいな。そういう話じゃないですか。ごめんねとか言ってそれで収まる話なのに、彼女たちからしたら収まらなかったわけですね。あのね、私ね、今ねずっとヘンリーさんのお話伺ってたんですけど、反省の色が見えないから多分彼女たちは届いてないなみたいな。なるほど。ごめんねってダメなんですか。その当時の様子を見てるわけじゃないでしょ、松本マン。すごい誠実に謝ってたかもしれない、ね、本当にごめんなさいしてました、ね、だってチクられるんだもん。なるほど。それはもうめちゃくちゃ全力で謝りますよね。だってチクられるから、うん、そしたらチクられるからな。どうしようもなかったですね。私も見てたーとかって言いますから。おいおい、援軍どっから来たみたいな。本日は、三上変態師が、理解できない女子のあれ参戦ということですね、語らせていただきました。多分に失礼な表現がございましたが、それに関しては、ぜひねコメント欄でね、ヘンリー君そういうこと言わないでとか、なんかそういうのをコメントしていただいたりね、ご意見をいただければというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。何それ、こうやってやるやつ。女の子ってなんかジェスチャーってこと、うん、なんかそれわかんないんだけど、でもその動き受けるな。でしょ。